さんにお邪魔しています。イオン宝店から、こちら100メートルのところに近いところにありますお店なんですけれど、はい、こちらで今日はフェアがあっているということで、はい、お邪魔します。中の方ですね、今から見ていきたいと思います。はい、店内に入ってまいりました。もう本当にいい香りのパンのまやくーんとしたいい香りが漂っています。今日はひまわり畑パンさんの方にお邪魔しています。この店内でですね、今日はのフェアというのがちょっとイベントが行われていまして、オーナーの小川さんがですね、こちらで朝から、もうこの出来立て自然なパンをですね、一生懸命作っていただいております。ちょっとちらーっとずらーっと見てみましょうか。はい、こちら食パンに、はい、宮崎ブルーベリーチーズくるみ入り、これは前回1回目に、ちょっと私が試食いたしました。ブルーベリーがとっても入ってました。美味しかったですよ。くるみパン、そして卵サンドチーズ入りパン、でこちらが今日は新発売の、初めて見ました、アボカド卵サンドっていうのがありますね。美味しそう。なんかふわふわして、中にこの緑のが、こちらがアボカドだと思います。ちょっと後でご試食したいと思います。そしてハンバーグパン、ハンバーグなんて珍しいですね。ハンバーグ、家の豚というのはご存知ですか。そちらの豚を使用しています。でこちらがきんぴらに、レンコンが入ってます。きんぴらとレンコン、2種類も贅沢ですね。美味しそう。私もお惣菜パンが大好きでして、いつもお惣菜パンを食べてます。芋くりパン、芋の好きなか、栗も入ってるんですかね。芋くりパン、カレーパン、定番ですね。お子様のおやつなんかでも食べられます。ジャムですね。マーマレード、リンゴ、梅、スモモですね。ちょっとこう大雑把にですね、ちょっと紹介していますけど、ちょっとオーナーさんの小川さんもいらっしゃいますので、ちょっと聞いてみたいと思いますね。あとたこ焼きパン、たこ焼きです。形がたこ焼きに、どんどんね。うわー、なんかこのソースで美味しそうですね。香りが漂ってきます。美味しそうな香り。あとソーセージパン、私が好きなのはソーセージが入ってます、いつも。はい、皆さん、綺麗なジュースが、こちらスモのジュースだそうです、美味しそうですね。綺麗な色してますね。はい、スモも、食べてみます。いただきます。冷たくて美味しい、本当に喉の渇きがですね、もう一挙に飲んじゃいました。今日は暑いですからね。このスモモ、体になんか酸味が入ってギュッと元気になった気がいたします。このスモモをいいジュースで、お砂糖を少し入れるよ。そうです。色はすごいね。スモモ、こんな色、綺麗な色ですね。綺麗な色です。本当に美味しいです。この元々の飲み物がこちらですかね。ね、皆さん、こちらのスモモジュース650円になります。いっぱいいっぱいでお家で飲めばいいですね。薄めて、薄めて飲むだそうです。いただいて、そして薄めて飲まれるといいかと思います。本当に暑い夏にはぴったりな飲み物です。これパンとも合いますね。先ほどのマヨネーズも入ったパンを食べた後にこれちょっと合いますね。美味しかった、本当に。先ほど私が食べました卵サンドチーズ入りっていうのもありますし、このパンの横にも似たようなパンがありますけど、こちらは、緑色でアボカド卵サンドです。これは私、ちょっと興味があるので、後でちょっと食べさせていただきたいと思います。はい、じゃんじゃんじゃーん。はい、こちらですね、揚げパンです。店内に揚げパン。これ、なんとも言えない。
懐かしい。小学生の時をなんか思い出しますね。ね、あの給食に出た揚げパンと似てます。ね、さっきと揚がっていて、お砂糖がまぶされて、いただきます。おいしい。これ中にあんこが、ジア好きなんですね。ジア好きです。もう本当にあんこ違いますね。あんこの味が、味からね、あっさりとしてなんか濃厚なね、コクがあります。で、砂糖がこう混じしてあるのでサクサクですけど、あんこ好きなあなた、正直の揚げパン、おいしいですよ。もしかしたら一番好きですね。その揚げパンがね、一番おいしいって私も言うんですけど、店の中止です。あんまし、お客さん、他のパンが食べておいしいです。店のオーナーから言われてますが、本当に美味しいパンだそうですよ。この店の中では一番大好きなパンだそうです。美味しい。肉のチキンとか、外がカラッと、外側はサクサクですね。お砂糖なんか本当に自然な、お砂糖を使ってみるのか、砂糖です。仙台の外をね、こちらですね、外を食べてましたけど、体にとてもいい。お砂糖もあの置いてありますので、美味しかったです。はい、皆さん、次はじゃじゃーん、何でしょうかこれは。皆さん、もう冷たくてですね、美味しそうですよ。ほら、色が綺麗な色で、ね、何だと思いますか。正解は寒天です、ね、見えないですね。なんかあのヨーグルトというイメージがありますけど、ヨーグルトのね、これはあのブルーベリーと寒天を、ね、つけた商品、新しい商品です。あ、こちらの下がヨーグルト、そうです。ちょっと食べてみます。すごいなんか柔らかいですね。美しい。ヨーグルトの香りで、ヨーグルト、すごく美味しいですね。ブルーベリー、爽やか。これ2つ一緒にこう食べると、お口の中で、どっちも酸味と、ね、下のヨーグルトの、ね、ヨーグルト風味、甘い、ね、口の中でこう分泌しますね。これゴロンと入っているのがもう生の、ね、自然なブルーベリーですね。出荷ということで、はい、品種がサニールージュという品種です。でこちらです。なんか本当にこうブドウの色になったら、目の色を見るとかき揚げて食べたいって私思ってます。今日はあのこちらにお邪魔して、今からちょっとご試食などをさせていただきたいと思いますが、はい、今日はずらーっとこの商品が並んでいまして、今ずっとお客さんが来てほとんど買っちゃいました。こちらがまだ、はい、お客様が毎日来ていただけるので、はい、今からこの2人さんのブドウを試食いたします。おー、なんか大きい水で、
中にキューって入りました。ジューシーでフルーティーです。香りもね、とてもいいですね。もうこれいくらでもしちゃいます。糖度が今ですね17度ぐらいなんですけど、これからどん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 甘くなっていきます。20度、25度これぐらいまでになっちゃいます。夏場はですね、本当に喉が渇いてると冷蔵庫に入れてた1時間ぐらい前に入れてると、本当に冷たくて美味しいぶどうが出てきますよ。ぶどう大好きなあなた、このひまわり畑館さんの応募はイベントが20日まで行われていますので、イオン高田店、近く100メートルのところにございますので、ぜひ見に来てくださいね。本当に美味しかったです。